クリスティアン・ラウテンシュラガーは1900年代から1920年のドイツのレーシングドライバーである。ダイムラー社のワークスドライバーとして知られる。1908年フランスグランプリの優勝者であり、これはメルセデスにとってグランプリレースにおける最初の優勝となった。ビュルテンベルク王国、シュトットガルト近郊のマクシュタットで生まれた。14歳の時に シュトットガルトの会社で機械工となったのを振り出しにヨーロッパ中を旅していくつかの仕事に就いた。1899年22歳の時にシュトットガルトに戻り機械工としてダイムラー社に入る。1905年に運転部門の主任となり、奈良市運転の担当をするようになり、レースにもライリングメカニックとして参加するようになった。 1908年フランスグランプリ1908年には同社のワークスチームのドライバーとなり同年のフランスグランプリでいきなり優勝してメルセデスに最初のグランプリ優勝をもたらしたこの優勝によってラウテンシュラガーはただのテストドライバーから一躍、世界的なトップドライバーとして認知されるようになったしかしこのレース以降 自動車メーカー同士の取り決めによりワークス活動が自粛されるようになったため、数年の間、レースから離れることとなる。メルセデスのドライバーは、非常に堅実に車をゴールに導いた。コーナーでは決して仕掛けず、タイヤを可能な限り温存することに徹した。彼の車はストレートで速く、それを活用してリードを築いたのだ。 ゴールまで残り2周となった時点で、メルセデスのピットにはもはや交換用の新品のタイヤは残っていなかったが、幸いなことにタイヤ交換の必要はなく、メルセデスは勝利した。ジェラルド・ローズ1913年にメルセデスチームはヨーロッパにおけるレース活動を再開し、1914年、フランスグランプリでマックス・ザイラーのアシストもあってラウテンシュラガーは優勝し、 メルセデスチームは1から2から3フィニッシュを遂げた。これにより、ラウテンシュラガーは、ドライバーとしての名声を大いに高めることとなる。しかし、フランスグランプリ開催の、翌8月に第一次世界大戦が勃発したことで、ヨーロッパの自動車レースは中止となり、ラウテンシュラガーがレースに戻るのは戦後まで待たねば、ならなかった。1922年にメルセデスチームが、 レースに復帰した時、ラウテンシュラガーは、すでに40代半ばとなっており、レースには不定期に参戦し、大きな成功を収めることもなくなった。1924年限りで、レーシングドライバーとしては引退し、その後は引退するまで、ダイムラーベンツの車両検査部門で、テストドライバーとして働いた。ありがとうございます。